高山長行から1937年1月19日は、明治から昭和にかけての衆議院議員、銀行家、帝国商業銀行取締役会長、東洋拓殖総裁等を歴任。号はコチク。勲四等瑞宝章。伊予国生まれ。松山藩士、高山文兵衛の長男。上京して、慶應義塾に入り一時東京英語学校に留学し、明治23年に慶應義塾大学部を卒業。はじめ、三井銀行に入り、大阪支店を経て、函館、長崎などの要所の支店長を歴任し、三井銀行本店副支配人に就任する。また、明治石油、大日本製糖、朝鮮産業鉄道、蓬莱相互生命保険、東方炭鉱、三井物産、雨竜炭鉱、第一火災海上保険、名古屋製糖などで重役を歴任。帝国商業銀行取締役会長に就任する。その後、帝国自動車を創立した。1908年の第10回衆議院議員総選挙に、立憲政友会から衆議院議員に当選。一時は、実業との掛け持ち等の多忙と病後を理由に、衆議院議員を辞していたが、原敬の棍棒で、再び政友会から第14回衆議院議員総選挙に、再出馬して当選。当選立憲政友会では、院内総務、総務委員、陸海軍問題委員会委員長などを歴任し、独自の派閥を形成。特に、三井財閥との関係が強かった、山本丈太郎、日本工業クラブの理事に加わっていた、山本貞次郎らの有力議員と親しかった。1932年3月9日に朝鮮及び、満蒙の拓殖開発を目的とする国策会社東洋拓殖総裁に就任。その後、2万個の入植計画を想定し、その助成のため満州拓殖株式会社が設立されると、この構想に参加。鉱山を含む政財界の有力者34名の発起により満州移住協会が設立された。東洋拓殖では、現地における豊富な雑工用樹材のパルプ化に着目し、初の南洋林業を開始するなど手腕を発揮したが、病のためやむなく、職を辞すことになった。しか、俳句を愛好し、書を読した。茶人としても増田幸や高橋義夫と共に、たびたび茶会に参加。また子爵、小笠原長尾や和田垣健三などと共に、河村清夫の支援者で、作品のコレクターでもあった。ありがとうございます。